どうも、ドラマーのマッドオジでございます。ご無沙汰しております。4月14日ですね、久しぶりにスクールオブメタルやろうと思いますんで、よろしくお願いします。コロナ禍で僕がですね、いろいろと勉強を、やっぱ時間いっぱいあったじゃないですか。ライブもね、まあ、年間100本ぐらいやってるんですけども、半分ぐらいしかできなかったんですね、やっぱ。もう最近はもうめちゃくちゃ、もう戻ってきてますけども、あの2020年、2021年あたりは、まあ本当時間がたっぷりあって、で何しようかな、みたいな、いろんなことやったんです。曲作ったりもしたんですけども、アルバムも作ったし、勉強をね、いろいろとしまして、それが今の僕のドラミングにどんな風に生きてるのかっていうのを、皆さんに伝授したいな、と思ってるわけでございます。今回のテーマはですね、古武術とリズムでございます。まあ、もう結構いい年じゃないですか。そうですね。今年、還暦でございます。ね、60歳、はい。そう、要するに、加齢っていうのはね、筋肉が落ちていくスピードが、どんどん速くなっていくっていうことなんで。で、そういうのもちょっと頭にありつつ、たまたま見た、まあ YouTube なんですけどね、古武術という古い武術の、動きをこう、紹介してるのに、行き当たりまして。で、そこで言ってた、その、教えてる人のね、筋肉って要するに、僕なんで筋肉つけたかっていうと、アクセルのつもりでつけたわけ。うん。それが、ブレーキになってることがあるよ、みたいなことを。で、そこでちょっと目の鱗みたいな感じになって。ほんで、のめり込んで見てね。で、しまいにはこう、その人の、なんだろう、セミナーみたいのも行ったんだ。あ、行ったんですか？行ったんです、実際に。お金払って。で、すごい有意義な体験でね。で、これはひょっとして、ドラムに非常にいいんじゃないかと。ということで、いろいろとこう、試して。もうドラムのね、そのグリップなんかも変わってったんです。体の使い方もどんどん変わってったし、そこでね、いろいろ掴んだこと、まあいろいろあるんですけど、細かいことは、はい、当日。結構間違ってたことがいっぱいあって、それに間違ってたっていうか、若い頃は別にそれで正解だったんですけども、まあ頭で考えてたことというか、それを体で考えるという方向に、シフトしてってて、でそこら辺のまあヒントを与えてくれたのはその古武術という考え方で。そうですね。あとはまあ、メタル、スクールメタルですからね。で、メタル世代の、やっぱりまあ全然別の話ですけども、高齢化というのが、ね。まあ否めないですね。結構薬飲んでるやつも多いしね。なんていうんですか、高圧剤っていうんですか。ね。で、まあ、ちょっと具合悪いとか、でそういうのを非常にこう、懸念してるわけです。で僕、すごい元気で健康で、健康診断とか行くんですけども、まあ、ね、偉いと。先生に、いつも褒められる。そういうことも散りばめていけたらいいかなと。やっぱね、健康じゃないとメタル聞けませんからね。でもやっぱり最近とか、ツアーとかやったりして、で、来るお客さんってやっぱ結構高齢の方多くて、聞くね。もう、多分メタル世代って、メタルでしか満足できない人たちなんじゃないかなと思うわけです。だからできるだけこう、ね、そういう人たちのこう健康を、サポートできればななんても、ことも思ってたりするのでね、そのメタル世代の高齢化にも対応する。だから俺もそうなんですよ、だから。なんでこうやっていろんなこと考えて、ドラムどんどん日々こうバージョンアップさせていこうかっていうのは、やっぱりもうどんどん年取っていくし、もう60ですけども、10年前は50歳でしょ？あっという間だったんです。10年間。だ多分ね、古希ですね、もうすぐ。すぐ10年経って、70歳になると思う。でも、まあ、楽しくドラムを叩いていきたいんで、いろいろそういうことを考えてる。結構、若い人も来てほしいけども、結構年齢のいかれてる方も、ぜひ
ためになる話が、まあ僕が人体実験してやってることなんで、役に立つと思いますよ。はい。はい。もうてんこ盛りの内容になっております。時間内に収まるかしら、まあ、うまく喋れるかしらというのはありますけども、できるだけね、しっかり準備していきたいと思いますんで、ぜひ一つ、4月14日、スクールメタル、川崎クラブチッタ内アティック、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ブラインドマンのキーボーディストの松井です。4月14日に行われます、スクールオブメタルに、マット内さんと同じ日に出演させていただきます。ですね、今回のお題は私が思うハードロックキーボーディストへの道ですね、私が思うキーボーディスト、ロックキーボーディストへの道、もう一回お願いしますダメだ、私が思うハードロックキーボーディストへの道で、進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。実はうちの母親がピアノの教師でですね、3歳から、いやいや、もう本当に嫌で嫌で、嫌だったんですけど、ピアノを習ってました。で、まあ、それから本当にラジオから聴く、まあ当時、レインボーの愛サレンダーですね。私の世代、おそらく小学校6年生か中学1年ぐらいなんですけど、まあそれからロックの世界に入りました。リッチ・ブラックモアを、に憧れて、白い東海のストラトキャスター39,800円を買ったんですよ。それからロック、ギターを本当はギタリストになりたかったですね。でもですね、やっぱり時代からいくと82、83年というとイングベ・マルムスティンの登場なんですよ。まあ早弾きにこれは絶対ダメだと思って、なんかその頃からライブハウスとか見に行くようになって、ライブハウスに行くと、君パートナー何やってんのとか言われたら、キーボードだったら弾けますって。したらなんかバンドのそういうバンドの人たちから。いや男でキーボード弾けるなとかって言って、なんかみんなの食いつきが良かったんですよね。あ、だ世の中やっぱりロックキーボードと男でロックキーボード弾く人間って少ないんだと思って、それから本当にロックでキーボード弾こうと思いました。それから今に至ります。はい、まずおそらく最初ってクラシックからバンドで やろうとした人ってみんな戸惑いがあると思うんですよね。音量のデカさだったりとか、なんかやっぱそういうところ自分が悩んで克服してきたことっていうのを、まあ興味ある方がいらっしゃるかわかんないんですけど、まあちょっとその辺のお話だったり、ステージ上だったり、まあスタジオだったりの音の作り方とかっていうのを、ちょっとご紹介したいなと思ってます。アレンジの面とかで、まあ本当に深いことじゃなくて、これも自分が、まあ今ブラインドマンというバンドをやってますけど、こういう、まあ、ディープパープルだったり、レインボーだったりと、同じ編成のバンドで、で、気をつけている、アレンジの仕方なんですけど、やっぱりクラシックって両手使うじゃないですか。意外と、ロックキーボーディスト的なアレンジをするときっていうのは、左手っていらないんですよね。やっぱり、クラシックやってると、ベース音を左で弾く。で、まあ、本当右を、本当に、なんだろう、メロディーを弾いたり、コードを弾いたりとかってするんですけど、バンド演奏ではベーシストもいるし、で、やっぱりものすごい、ブロックコードでザクザク来るギタリストもいます。やっぱその中でのキーボーディストを、いかにキーボードの音色っていうのをバンドで調和させようとすると、音数っていうのが、本当に少なくて、効果的に聞かせる方法があったりします。そういうところを、オケを流しながら、ちょっといろんなこれこうやって音が多いアレンジどうでしょう、これ音少なくしたらどうでしょうみたいなことを、実際のステージでちょっと皆さんに聞いてもらいたいなと思ってます。キーボーディストっていろんなタイプの方いると思うんですけど、本当にまあ今の世の中、そうですね、もう超絶と言われている人身近にいますけど、ガルネリウスの結城くんとかですね。はい。ああいうタイプの方もいらっしゃいます。本当にギタリストと真っ向勝負で、超高速フレーズを、まあ、ユニゾンで弾きまくる。ああいうキーボーディストもいます。で、
逆に言えば、まあ自分はどっちかというと、もうギタリストになりたかったんで、自分が本当に常日頃思ってることっていうのは、ギタリストが本当に気持ちよくギターが弾けるような、バッキングをすることに、自分自身はすごく、喜びを感じてます。まあ、正直言うと、リッチー・ブラックモアとバンドがやりたかったからキーボード弾いてるようなもんですけどね。はい。まあ、そんな気持ちで今もずっとキーボード弾いてます。はい。で、まあ、その中で、まあ、自分が一番、こだわってる、オルガンの、まあ、奏法について、普通ピアノとかって強く押したら大きな音が出る。で、弱く押した、弱く叩いたら小さい音が出る。そうじゃないんですよね。オルガンっていうのは本当にただ押したらビーという持続音が鳴る、なんていうか、スイッチみたいな楽器なんですけど、これ今くるくる回ってますけど、こういうレスリースピーカーとか、あと、もうボリュームペダルだったり、リバーブを足したりとか、もう、あんな本当に、機械みたいな楽器なんですけど、人がちょっと手を加えるだけでものすごい表現を出す楽器です。そういうところのちょっとすごくマニアックかもしれないですけど、自分がやっぱりこういう今の気づいたみたいな、そういうなんかちょっとクロート臭いちょっとオルガンを弾きたいなと思う方に分かってもらうようなことをちょっとステージでちょっと皆さんにご披露したいなと思ってます。はい。まあ今回ちょっと本物のレスイって言っちゃおかしいですけど、まあ今世の中何でも重量級の楽器を使う方って少なくなって、もうやっぱりコンパクトで何でもシミュレーターだったりとかしますけど、今回ちょっとせっかくなんでこういう機会をいただいたんで、本物のレスリースピーカーの147という真空管のレスリースピーカーを持っていこうと思ってますので、それ、オルガンにそれをつないで、まあ実際本当にハードロックオルガンを弾きたい方、今までレスリースピーカーで鳴らしたことがない方っていうのは、本当にステージに上がって弾いてちょっと体験してもらいたいなと思ってます。もしディープパープルのカバーバンドとかやっている方がいらっしゃったら、ぜひ弾いて本物ってやっぱすごいんだなっていうのを感じてもらいたいなと思ってます。はい。4月14日、川崎クラブチッターアティック、スクールオブメタルで本当にいろんなキーボーディストの、まあ本当にこの日のためにちょっと皆さんに逆に言うと質問したいことがあったらちょっと考えてきて本番でいろいろ聞いてください。自分が分かることはすべて隠し事なく答えたいと思いますので、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。ブラインドマンの松井でした。